どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、おはようございます。ここです。今日はですね、ちょっとここはちょっとね、これ曲聞けばどこを読めるかわかるかもしれないですけど、ちょっとすいませんね、ちょっと静かに。はい、で今日は四国ダービーの徳島と愛媛の試合ね、はい、ここはい、自分関西人なんで、今バスでね、バス停の最寄りの高速バスのとこなんですけど、ここね、徳島ヴォルティスのホームタウン鳴門へようこそ。はい、ここです。はい、サポーターの方々ですね。みんないい笑顔ですよ。はい、まあ、ここからね、鳴門駅までね、歩いていけるんでね、そこをちょっとレポートしていきたいと思います。リポートはい、これ、はい、こんな感じです。阿波踊り、はい、ここね、これ、はい、ナルトスポーツパークへ、まあ、ここはちょっと歩いていくのはね無理なんでね、ここまあ皆さんはシャトルバス出てるんで、駅から、まあ、そこね歩いていきましょう。一応なんか駐輪場あるみたいですね。ここ下住宅街ですかね、ここ。うん、こんな感じです。ああ、これね、いつもね、これちょっとアップしようかな。徳島来たらやっぱこれですよ。ここ来て、あ、俺はね、徳島来たんやなっていつも思いますね。まあこれスロッピーあるんですけど、まあ別に歩いて行ってもいいかなって気もしますね。はい、まあ、どっちもいいかね、ここは。うん、あそこね、これ懐かしい光景ですよ。ちょっとスロッピー来たんでね、はい、乗ります。まあこれ別に今どっちでもいいです、歩いても行けるんで、はい、ちょっとね、ちょっと人いるんでね、はい、一旦喋るのやめます。
閉まります。ご注意ください。発車します。逆方向は関西圏行く人なんですかね。もうまあ、はい、はい、こうね、最寄りのバス停です。はい、ここからね、あの鳴門駅までね歩いていくんでね、まあ、小倉って感じですかね。なんかちょっとね、四国大のポスターこんな感じです。これ徳島のホームゲーム。はい。こうなると自動車道。まあ、これ、ね、地元じゃないんでね、詳しくは分かんないですけど、まあ、徳島の人はね、まあ、分かるぐらいですけど、はい、横浜はな、駅までじゃ、駅まではね、あの、別にここから歩いて行けるんでね、うん、こんな感じですね。ちょっとね、あの、ここから何、スタジアムまで、歩いていくっていうのは、まあ、はっきり言ってね無理なことなんで、まあ、ちょっとそれはやめた方がいいんですけど、相当足きますよ、疲れますよ。ただまあスタジアムまではね、あの、すみません、鳴門駅まで歩いていけるんでね、別に僕はそこからの駅まで行って、んで、あの徳島のクラブが出してくれてるシャトルバスで、ね、ありがたいことにね、無料で出してくれてるんで、まあ、それ乗っていけばね、まあ、そんな時間、ただあんまバスの時間本数多くないけど、まあ、乗っていけばいいんで、まあ、個人的にはいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとね今ね、いや、ちょっとびっくりしてるのは、なんかね、スタジアムとは逆方向なんですけど、愛媛のユニフォーム着てる人がお兄ちゃんぐらいの人で、なんかいましたね。なんか、え、あの、あ、そうか、あっちからまず出る、あの、出るからか。ああ、ね、車も徳島ナンバーばかりだから、なんか徳島来たんだなって来ますね、久々にはい、これ大塚製薬
もうね、これもうすごい大きなビルで、これはいこんな感じです。愛媛のサポーターね、会いましたね。徳島より先に会うんかって気がしますけど、愛媛のサポーター会いました。これね、なんかこれやって動いてるのか動いてないのかなんかよくわかんないような、うん、まあこんなに船が動いてる。いやでもね、僕実はというとね、あのちょっと動画に上げてないんですけど、去年の9月にね一回いわき線行ってるんで、まあ、徳島の人はそれ以来なんですけど、やっぱでも、ね、いつもちょっと徳島行くのって感覚空くから、あのね、あのウイルスどうのこうの前からあの試合見に行ってるけど、まあ、ちょっと感覚があの他のサッカーのチームは1ヶ月に一遍とかあるんですけど、徳島はちょっとそこはねちょっとなかなかできないんで、交通費の都合上、まあ、ただあこれはなんかマンホール汚水なるとでね、まあやっぱり久々にいつも来るんで、パターンそうなんですが、これここ、ああこんな感じですよ。この動画長くなりそうですね。ちょっとまだもう少しね駅まであるんでね。いやまあでもやっぱり久々来るから、でも来た気概っていうのはありますね。あ嬉しいなってなりますよ。うん。ここまあ丸中スーパーですね。こっからはい、まああの、まあ、他にもあるのはあるんかな。でも丸中ぐらい大きいのはね、あんまこの辺ないような気がするんでね。まああの何スタジアム行く時にね、なんか買うちゃって、なんかちょっと買い足しする人はここで買うのも。いいんじゃないですかね。あーこれね、これキヨさん、あのこれまずいかな真ん中目の前にキヨさんがね、あの徳島のね、頑張れ徳島ポリティスって登り出してますね。まあね、ちょっとまあ自分も高学年にね、よこんな結構試合やって4分の1はやったかな、もう言うとはちょっと思わなかったんでね、なんとかね、まあ巻き返してね、そこは抜け出してほしいなとは思うんですけどね、なんとかね、まあ、まずそこをねまあね、結構特殊なサポーターでも他のサポーターでもあんまこういうのあったらちょっと思ってなかったんですけど、いいでしょうね。今のところね、さっき愛媛のサポーターのお兄さんと会ったんですけど、徳島のサポーターの人とまだ一人も会ってないですね。まあ、会ってもね、良さそうな気もするんですけどね、まだいないですね。あーでも結構これ時間がこれ、もうね、十何分、ちょっと止まってたりしたからね、まあかかるのもあるんですけど、あこれはい、ここはなるとこれ無理だって歩くの無茶させないでって感じ。これここね、これここだったかな、もう一個先だったかもしれないけど、前だったかもしれないけど、バスの乗っちゃったかなやっぱね、たまにしか行かない人だから忘れちゃうんですよ、うん、いつも行ってる人ならね、いつも行ってる人とか地元の人ならわかるんでしょうけど、私の場合どっちでもないんで ねごめんなさいね、すいません、まあ、たまどっちゃったろうね
いやなんか動画が10分ぐらいの動画で終わるかなぐらい思ってたんですけど、なんかもう15分経っちゃってもうこれ20分以上かかりますね。これでも来たんちゃうなと思うね。この車がこれ一番思うのがね、徳島行って一番感じるのがやっぱ車ナンバーがね、徳島ナンバーばかり、まあ、当然じゃ当然ですけど徳島ナンバーばかりなんで、あ、これ徳島来たんやなっていうのをね、あ、ものすごく感じますね。これ徳島ナンバー、これ徳島には逆、あ、さっきの熊谷はあったか。まあそうか、まあ見たかな、見たか一台だけ。5分はかかるかなと、ね、こうやってちょっとねリポートするのもね、試合前を初めてね。これ自分が昔サッカーの動画上げた時もこういうのなかったんで一切またねこれ、まあ、この動画がちょっと誰も見てくれないとかだったらちょっとね次やるか分かんないけど、まあ、まあ、また人が見てくれるんだったらね、まあ、またねこういった形もやりたいと思うんでまあ皆さんよろしくお願いします。今大阪と和歌山ナンバーにありますね車。ちょっとね皆さんに豆知識お披露目したいと思います。ちょ見えるかな、これ見えるか、これ見えるか、徳島の熊の標識、徳島阿波踊り空港これね徳島の空港でね結構前からなんですけどね、これそういう名前なんですよ徳島阿波踊り空港飛行機どんぐらい出てんだろうね。あ、徳島はでも町自体はねほんと小さいですからね、あんまりね不便ね、車ないと不便なところで、まあ、飛行機ねもうちょっと通ればと思うんですけどね、あれ本数があれば。まだ徳島サポート合わないね一人も。まあいずれ合うでしょうけど、愛媛さっきいたからさっき話しましたけど、徳島いるかなと思うんだけど、まあねちょっとまだこれね9時前ぐらいかな時間的に。ちょっとね自分もね早くちょっと来すぎた感じがあるの、あと1時間ぐらいどうしようかなと思ったりするんですけど、バス車で鳴門公園ね本当は行きたいんですけど、鳴門公園行ったらね昼この1時過ぎキックオフだとちょっとね、まあ、すぐ何時間経っちゃうんですよ。でなかなかあっち長く入れないから中途半端になるからってことで結局行ってないんですけど、まあ、2時キックオフでもどうなんだろうね。僕ね夜の試合の時はねいつも鳴門公園寄ってそっから、まあ、バス乗って鳴門駅降りてスタジアム行ってみたいな段取りなんですけど、今回はね昼は一回も行ったことないんだよね、まあ、どうなんだろうね。でもアウェーのサポーターだと昼の試合で行く人もいるんかなって気がしますけどね、ホテル近く通ってね公園の、あ、もうちょいかかるか、まだそんなかかんないですかね。もうそうかかんないですよこれ多分。鳴門駅ね、
ルト駅近いな、ちょっと。あ、なんかごめんなさいね、な動画ちょっと結構時間かかるもんやなって思って。あ、でも着くかね、もう。うん、あ、もう着きます、鳴門公園。鳴門公園、鳴門駅。まあ皆さんね、あのバス停でのあそこの高速鳴門だったかな、あっこからあのスタジアム行く人はね、一旦駅を寄った方がいいですよ。そっからバス出てるんで、あの歩いて 何十分とあるけど、あんな感じで行くのはね、ちょっとあの時間、ちょっと私は無謀と思うんでね。あのみんな基本的にあの、ね、バスせっかく出してくれてるんで、クラブが、ね、これ、ね、これ田舎と駅やけど、なんか周り田舎みたいな、ね、あの都会じゃ見られない光景ですかね。これね、あ、もう着きますね、もうあと、もう数分。もう数分で着きます。あ、もうなんかちょっとね、喋ったり止まったりしてるとか、ちょっといつもよりなんか時間かかってる印象ありますね。で、信号がで、まあ、赤なるし、はい。まあもう少しですよ。あと、もうちょっと皆さん見てくれれば嬉しいですよ。数分なんでね、もうあとようやく見えてきました。あ、暑いね、なんかでも。え？歩いてるから。ここもね、さっきのあの何、あの丸中もね、買い物もドラッグストア森、ここもまあスタジアムでなんか買い足する人はね、うん、まああの私ここね見たことないのわかんないんですけど、でもいいんじゃないですかね。結構まあまあまあの大きさもありますね。駐車場も広いですし。9時過ぎ9時前よ、そんなにだからね、想像以上に早く来ちゃったから、うん、まあ想像以上ちょっとね迷ったんだけど、余裕持って行った方がいいかなと思ってね、結果的にこういう風になりましたって。あ、はい、鳴門駅着きました。鳴門駅、鳴門駅や、鳴門駅着いた、ようやく着いた。ここからバス出てるんでね、まあまあここから乗るのは自分はいいかなと思いますね。これあのね、ちょっとぜひと皆さんになんでここまで動画撮ったかというと、まあ、もちろんね駅もあるつもりですが、これはい、徳島ヴォルティスのマンホールね、ヴォルタ君とディスちゃんかな、これ可愛らしいでしょ。これちょっとね、これ みんな見てもらったかっていうのもあるんですよね。ちょっとここまでね来ました。はい、まだおしまいですかね、まあ、駅着いたんで。はい、あ、今徳島サポーターさすがにここまで来ると何人かいますね。
はい、これね、ここもう着いたんでね、じゃあもうね、ここでね終わりにしたいと思います。はい、皆さん最後までご視聴の方ありがとうございました。では失礼します。